木の先温泉地区景観形成地区は、兵庫県の景観の形成等に関する条例に基づく指定制度の一つで、指定の対象となる、兵庫県下の優れた景観の保全及び維持、または、創造をその目的とする。指定の対象は、歴史的景観形成地区、住宅街等景観形成地区、町中景観形成地区、沿道景観形成地区に種別され、また、 ここの地区に応じた、景観形成基準が定められている。豊岡市伊豆市町城下町地区歴史的景観、京成地区辰野市辰野地区歴史的景観京成地区、豊岡市木野崎町木野崎温泉地区歴史的景観、京成地区丹波笹山市篠山城下町地区歴史的、景観形成地区辰野市水戸町室津地区歴史的、 景観形成地区阿佐市育野町口金谷地区、歴史的景観形成地区阿佐市和田山城武田地区、歴史的景観形成地区高町上区伊佐り上地区、歴史的景観形成地区洋市大谷町、大杉地区歴史的景観形成地区洋市大岡町、洋佳地区歴史的景観形成地区高護市、高佐護高地区歴史的景観形成地区新温泉町、 浜坂味府川周辺地区歴史的景観形成地区、篠山市城田地区一地区歴史的景観形成地区、加藤市、八代メモリアルガーデン周辺地区住宅街等景観、形成地区相本志子茂港海岸地区住宅街等、景観形成地区高砂市高砂地区住宅街等、景観形成地区新温泉町湯、細田地区町中景観形成地区高砂市高砂地区、 町の家景観形成地区国道312号、沿道地区沿道景観形成地区、丹南笹山口インターチェンジ周辺地区、沿道景観形成地区景観条例に基づく、指定制度景観形成地区兵庫県、景観ガイドライン。ありがとうございます。